ジャガー XK120 は、イギリスの自動車メーカージャガーが1948年から1954年まで、生産したに座席のスポーツカーである。第二次世界大戦後では、初のジャガースポーツカーの新型車として、1948年10月ロンドン賞で、ジャガーマーク V と同時に発表され、翌1949年に発売された。社名の XK120 はこの車で初めて用いられ、1980年代まで生産された直列6気筒 DOHC エンジンの形式名、XK と交渉最高速度が120マイルパーアワーを超えることを意味する。性能、デザインとも高い完成度を実現したことで、米国市場をはじめとする各国で、ジャガーの国際的名声を確立したモデルである。 生産は1948年末から始まった。最初の242台はアルミニウム製であったが、生産台数を増やすためその後はスチール製となった。ボディデザインはジャガーの創業者、ウィリアム・ライオンズによるもので、ライオンズの得意とする美しいプロポーションとエレガントな曲線は戦前の SS100 同様のものであった。 当初はロードスターのみ、1951年にフィクストヘッドクーペが、1953年には巻き上げ、式ウィンドウと内張り付きソフトトップを持つ、ドロップヘッドクーペが加わった。エンジンは、アルミ製シリンダーヘッドに、ツイン SU 製キャブレターを装備した、直列6気筒で、SS100 のオフから一気に DOHC を採用と、当時としては進んだ設計で、 排気量は 3442cc、XK エンジンと呼ばれ、標準の圧縮比8、1で 160hp、5500rpm を発揮した。サスペンションは、前輪独立、ボール循環式ステアリングは、コラムの長さが調節可能だった。ブレーキは、ディスクブレーキ開発前の時代であり、四輪、油圧ドラム式であったが、やはり高性能をフルに発揮すると。 フェード現象が起きやすかった。ドアには、取っ手がなく、内側の紐を引いて開閉した。ワイヤーホイールは1951年以降オプション、装着品であったが、その場合センターロックナットが干渉するため、リアフェンダーのスパッツは装着されなかった。もう一つのオプションは、SE と呼ばれるパッケージで、高出力エンジン、固められた、サスペンション。 デュアルエグゾーストシステムを装着していた。自動車雑誌、ザ・モーターが1949年にロードスターを計測したところ、最高速度は時速 200.5km、0から60マイルパーアワー加速10.0秒の高性能を記録。当時の価格は1263ポンドであった。2000cc で、 性能的には、やや劣ったアストン・マーティン DB2 が4、シーター・クーペとはいえ1914ポンドもしたことを考えれば、性能の割に格安という、戦前 SS 社以来のジャガーの伝統は生きていた。モータースポーツにも活躍し、1950年のルマン24時間レース12位、入賞、ウィリアム・ライオンズは、 この検討ぶりを見て、XK120 ベースのレーシングスポーツカー C タイプの開発を決断し、1951年1953年に優勝を飾った。また有名なワークスラリーカーの登録番号、ナブ120による1950から1951年のアルパインラリー連続優勝など、多くの戦果を上げ、速度記録も樹立した。 1954年に改良型のジャガー XK142 バトンタッチされるまでに12,120台が生産され外貨不足に悩んでいた当時の英国の事情からその90%以上がアメリカを中心に海外輸出されたアメリカでは当時のスポーツカーブームの中心車種の一つとなりハリウッドスターのハンフリー・ボガートイングリッド・バーグマン クラークゲーブルらも愛用した。当時の日本にも中流米軍人らが比較的多数持ち込み、当時の自動車マニアの水縁の的となった。ありがとうございます。